まだミルク飲んでるんだな、スタッフな。ママとかいいなやな。普通さ、魚食べるようになってんのからさ、そのまま食べたらええんちゃう。あんた。それはそれやんな。そこら中魚いっぱいあんのにさ。バイキング状態なんやけどな。今には目もくれないね。ほとんどだってもうこれミルクじゃ魚やろ。魚。スムージー、今流行りのスムージー。そこまでしてんの。で、息は食べるんだ。息、ピチピチピチしとったら食べるな。食べたらええやん。ぬるいか、お母さんのお母さん。まだ温度出てるのか。ぬるやってきたよ。これちょっと温かい。ミルク風味の魚なんだ。お母さんさ、お母さん君は君まだアジ食べませんか。あの、この間言うてほら、よく食べたよ、よく食べたよ。あの、冷凍、解凍のやつ。そうだよ、よくだよ。おいや、もうすごい、真顔で食べるなんか、なんていうのな、なんとも言えへん顔やな。仕方ないと。あー、そうそうそう。もう一回。あー。え、料理はどうやって食べたの？で、それ、それ食べろってやっとったら、こう潜って、食べたんですよ。うん、よっしゃーって言って、あと2尾。たら、2尾なかった。はい、私の追えないところで食べてるみたいで。あ、そうね。すごいねんって。で、俺、2尾ないやんって言って、2人が持ってきて、その次も食べて、で、私がギャーギャー言ってるやつはすごい食べへんのに、うん、そのギャーギャーの間に2尾食べてる。え、ギャーギャー言ったら食べんのか、食べへん。ギャーギャー言ったら行くんやけど、私がそれぐらいやったらファーって口から話すんや。ちょっとなんか舐めてるような感じするんやけど、うん、やっと食べて褒めたらもう食べてたって。わかる、わかる。だからあんたは必要なかったってそういうことや。しかもギャーギャーもほんま本当にギャーギャー、ここの人がびっくりするぐらいギャーギャー。どんだけでかい声で喋ってるの。誰かいるかなぐらいって声が聞こえる。いつになったら食べるよ。何月？11月。食べてるってだから。ちゃんと。手から。うん、でしかも食べた時もあのどうぞってやったら自分で取って食べたい、持てない。うん、ミルクをなくしたい。おいしそうに飲んではるわ。1キロで魚。魚1キロ。すごい。すごいな。すごいけどさ。で、水分も少ないよ。知ってるよ。500ぐらいしか。500ミリしか。いや、もうほとんど魚やん。そうやん。だから、それで魚食ってくれよって言う。せやん。でも、お父さん、これこのまま大きくなったらどうしようって。映像を。大人のアシカで食ったら可愛いな。可愛い。そんなこと言ってるから食べへん。可愛いなって。もう食べる。いや、アジしか食べへんもん。あ、名護な、あ、名護だけなのかな。前名護ちょっと反応良かった時があってんな。名護入れてみるか。食べ方よ、その時は。その時はでもアジも食べてない時だから、もしかしたら。そうだもんね。アジね。また絡みに来た。また絡みに来た。洗い物も大変なんや。何これ、何類？1111引く4桁無理で318。
それはうちの水道館のスタッフでは無理やな。しかも1、4つやったしな。1個ぐらい引けるぐらい数字がある。全部借りやないかやつや。例えばいろいろ決済所通ったから休館日いろいろやるやん。あれもアクリル磨く。うん、もうやる。ほら、ひまわりがあれやったらあれやからさ。あ、そうやな。早うあれしとかなきゃ。魚食ったら早い。もうそれが効いたってな。魚食べたら三枚おろしせえへんでいいやろ。ミンチにせえへんでいいやろ。ミルク作らないやろ。哺乳瓶洗わんでいいやろ。フードプロセッサー洗わんでいいやろ。うわなんももう面白いこと起きやんの。ただただなんか文句言ってたあれになってしまう。